皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、内申書や高校入試は必要か、子どもの最善の利益から考えるというね、ヤフーニュースの記事を取り扱ってみたいと思います。はい、はい、ちょっとまず記事をね、読んでいきます。学校ではテストの成績や課題、ボランティア活動など学校推薦や内申点ばかりを気にした学校生活になっている。結果的に生徒同士で足の引っ張り合い、いじめ、生徒同士の優劣が生まれている。先生も学力が優秀な生徒を評価しがち。先生や規則に従うのは一見すると楽だけど、従うことに慣れ自分の考えを持つことや疑問に思う人が少ない。生徒が発言せず先生に何でも従っている。先生は生徒の意見を反抗的だと評価する、生徒も先生の意見が一番だと思っていると。著者が代表理事を務める日本若者協議会では、学校で子どもの権利が保障されていないのではないかという問題意識から、2022年の9月に学校における子どもの権利保障を考える検討会議を設置。子ども基本法施行後を見据え、当事者である児童生徒が中心となり、子どもの権利を尊重した学校とはどのような姿なのか、どのように教育を変えていくべきなのか議論を重ねてきたということなんですね。はい、で、委員は、小学生、中学生、高校生、大学生、大学院生の24名とオブザーバーとして学校の先生2名を議論に加わったということなんですね。はいはい、で、こういったね、冒頭のさっきの2つの発言というのは、検討会議の議論の中で出てきた中学生の方の発言なんだそうですね。うん、はい、で、これ以上ないほど日本の学校の問題点を適切に指摘しているのではないだろうかというふうにおっしゃっています。なるほど。はい、で、今回ですね、記事というかこの著者というのね、書かれているのが、室橋さんという、ね、方なんですけれども、はい、現在ですね、IT のスタートアップを立ち上げていて、あとは今ビジネスインサイダージャパンで記者とかに、をやられているそうでございます。はい、あとは文部科学省の高等教育の就学支援新制度あり方検討会議の委員も務められているということでございます。ちょっと長いですね。はい、で、実際ですね、データもありまして、東京大学の教授の中村先生という方が行った調査によると、中学3年生の約8割が内申書、つまり調査書、つまり内申点、評定ですよね、これを意識して学校生活を送っているそうです。なるほど。例えばどんな行動を取っているかというと、 64.9% が校則を守った、 50.2% が部活動に積極的に取り組んだと答えている。また生徒会役員に立候補した生徒のうち、内申書を意識して立候補した生徒の割合は 73.3% に上り、部活動の部長副部長も 76.4% が内申書を意識して立候補していたということなんですね。はい、さらに先生に反発しないようにしたという生徒の割合も 49.6% に達し、先生から内申書に書くぞと言われたと答えた生徒が 15.5% ということで、教員側もこの内申書を利用していることが分かったということなんですね。なるほどですね。で、さらにこの評定の悪影響も大きいということなんですよ。客観的な指標のためのテストが行われるだけでなく、小さい頃から評定によって子どもが序列化され、自己肯定感の低下につながっていると。この悪影響から諸外国では中学生まで成績の数値化や順位付けをしないなど、子ども一人一人の個性や可能性を大事にしているということなんですね。はい、なお、評定と評価は異なるということです。評定は一律の基準によって数値化、5とか4とかね、することに対して、評価は個別の進捗や課題などを確認するもので、個人が成長していくためには欠かせないということなんですね。はい、さらに中高一貫校の増加や公立学校の質低化によって、中学受験も珍しくなくなっていると。結果的に小学校の頃から夜遅くまで塾に通うなど、競争的な教育環境によって子どもに過度なプレッシャーや時間的余裕なさを与えているということなんですね。はい、さらにほぼ全ての子どもが高校に進学する中で、学校単位の高校入試は必要なのだろうかと、この方は説いています。高校受験が存在するために、中学校段階で評定や調査書が必要になり、競争を生み出しているということなんですね。うん、で、学力世界一とも言われるフィンランドで、さらなる教育の平等や高スキル人材の育成のため、2021年の8月から義務教育期間が高校まで延ばされたように、日本も高校までの義務教育化を検討する時期に差し掛かっているのではないだろうかということです。なるほど。はい、で、少なくとも今や学校単位の高校入試を行っている国は日本ぐらいであるということなんですね。はい、例えばイギリスとかどうでした？イギリスはなんか一律でしたね。一律でなんか GCSE っていう、中学が終わったら、そこのある程度義務教育身についてますかっていう一律の試験が課されてました。学校ごとではなかったです。そうですよね。はい、結構先進国だとそういう一律だったりとか、アメリカとかだと国っていうよりは州とかだったりすると思うんですけども、そういったものが多いんじゃないかなと思いますね。はい、はい、で、従来型の、管理型の教育から子どもの権利を重視した信任型の教育に移っていかなければいけないんじゃないかということをこの方は説いています。はい、で、記事は、後で全文読んでいただければと思うんですが、はい、今回の話でいうと、やっぱり評定とかその内申点っていうのはどうしても、子どもの頃気にしちゃうと思うんですよ。気にしますよね。はい、逆に田村さんとかどうでした？はい、だからあんまり評定とか内申点がないわけでしょ。なかったんで、あんまり気にしてなかったですね。でも
学校の勉強やっておけばそれが一律の試験に評価されるってところはあるので、うん、そこのところは最低限やってたんですけど、なんか先生に気に入られたいからこうしようとか、うんうん、そういったことはあんまり意識してなかったと思いますね。そうですよね、はい、だから僕なんかは、まあ、あのいわゆる公立ではないんですけれども、はい、まあ、いわゆるそういう評定にさらされていたので、はい、結構気にしてましたよ。まあ気にするでしょうね、この僕が。そうだったんですね。そうです。だから、はい、中学3年生になった時に、はい、もうね志望校はその私立高校だったように固まってたんですよね、はいはいはい、なのであんまりそこからは気にしなくなりましたけど、はい、やっぱり中1とか中2の頃は、うん、まあ、すごい評定とかにビクビクしてましたね、うん、まあ、そうですよね。それが直接自分の行ける高校に関わるとなるとやっぱり意識しますよね。でやっぱりだから一番中学生の時に僕がビビってたのは、はい、提出物。あ、提出物、はいはいはい、そうだから、まあ、テストに関して言えば別にそのすごいいい点じゃなくても5はもらえるから、うん、そんなに気にしてなかったし、まあ、それこそ一夜漬けとかでやってたことも多かったですと、うん、まあ、でもまあそんなに心配はない。ただ提出物に関してやっぱ遅れると減点されるんですよ、はいはい、あ、なるほど。たださ、やっぱさ中学生だからさ、はい、そんなにちゃんと全部管理できないんだよね。まあそれはそうですね。そう、なんか英語の書き取りのノートはなんかいつまでに出してとか、はい、数学のその問題集解いたノートはいつまでに出してとか、はい、まあ、結構そのまあ大人になった今から見れば全然大したことないですよ、うん、はいはいはい、ただやっぱ中学生の時って別にその学校が全てじゃないじゃん。まあそうですね、ね、自分のやりたいゲームもあるしさ、うん、その塾の宿題もあるしさ、はい、いろいろある中でやっていかなきゃいけないから、はい、そうなるとやっぱちょっとね遅れそうになったりとかして、うん、やばいこれ遅れたら評定1個下がるんじゃないかとか。でだからまあそういうのが怖くてさ、はいはい、僕も数学の、うん、だから問題集解く意味ないからさ、はい、もうサピックスも言ってるしね、はいはいはい、だからもうね答え写してました。前の日の夜中の3時ぐらいまでやって写してましたよ。それ意味あんのかなって思うよ、思うけど、やっぱ評定下がったら怖いなみたいな、あっていうのはありましたよね。あるかもしれないですね、確かにね。そうそう、だからまあ、うん、そういった面でやっぱその評定の妥当性とかはやっぱりちょっとこう、まあ、いつも言ってるんですけど、まあ、国としてもしくはせめて都道府県としてなんか一律の試験である程度学力を比べて、うん、そこでまあ自分の行きたいところにレベルが合ってればいけるみたいな試験に変えていった方がいいのかなと思うんですよね。そうした方が公平性は担保されますよね。別にあの入試本番やるなって言ってるわけじゃないんで、うん、その評定の代わりになるような例えばその年にね 2,3 回受けられるような試験を別に受けてもいいし受けなくてもいいみたいな試験を、まあ、実施していくのがいいのかなと思いますけどね。そうですね。そう、やっぱ日本の、うん、特に公立高校とかの受験っていうのはやっぱりこう中学時代に学校の先生に対して評定をいただくものみたいな、はい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 、そういう意識がやっぱり強いので、確かになんか先生が絶対的に上で、うん、生徒がまあ絶対的に下みたいな構造になりやすいと思うんだよね。なりやすいですね、これは確かに構造的にね、うんうん、そうなんですよ。だからまあそういったところはねやっぱ改善の余地あるかな、まあ、いつも言ってるんですけどね、うん、まあ、僕も思いますと。確かに生徒からしたら先生に評定これ提出しなかったら下げるぞって言ったらもう従うしかないですよね。いい高校に行きたい生徒に関しては、そう、うん、しょうがないよね、うんうん、だそれかも私立に行くっていう風にするしかないよね、うん、確かに。そうだからまあ個人的にはやっぱりねそこは改善の余地はあるかなと思った、はい、まあ、ただちょっとねこの記事の中で一個だけ扱われてたそのフィンランドの件に関してはちょっと僕フィンランドのあれについては動画で何度も何度も物申してるんで、はい、過去の動画小場所フィンランドとかで多分出てくると思うんですけど、あのまあフィンランドイコール理想ではないよっていうのはちょっと皆さんにもぜひ知っておいてほしいなとは思います。あのもちろん非常にあの参考にすべきことはあるんですけど、うん、まあ、ただそのフィンランド式教育やっていった結果、うん、結構上の学年になってもあの分数の計算できない子が量産されたりだとか、はいはいはい、確かにそのいわゆるその学力を測るピサだっけな、うん、なんかテストにおいてはまあそれで取れるんだけど、うん、根本的に普通に考えてこの算数の計算できなくてやばくないみたいなものができなかったりとか、はいはいはい、それは正直あるんで、はいはい、なんかそのフィンランドのやり方にがいいというのはちょっと、うん、まあおそらくこの方もね分かって書いてらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、読んだ方がフィンランド最高って鵜呑みにしないように気をつけてもらえればなと思います、うん、はい。で今日の話は以上なんですが、今回もですね、本を頂戴しております。はい、はい、今回、まあ、ちょっとまた住所を隠すか、はいはい、住所を隠して、まあ、これねいただきました、はい、で、どなたからいただいたかというとですね、はい、あの関先生からいただきましたね。 ありがとうございます、はい、で今の時期に関先生から、はい、まあ、あの全く連絡をいただいてないんですけども、はいはい、頂戴するとなると、はい、まああれじゃねみたいな。まあそうですね、はい、もうある程度想定できちゃいますよね。そうですね、あの新発売されたあれかなみたいな、じゃないかなみたいな、じゃないかなみたいな。ちなみに今日が、7月の、17とかかな。そうですね、17です、はい、なので、はい、まあ多分だから今後出てくるやつが21日ですかね、はい、に出る本があるので、はい、それじゃないかと思います。ちょっとノリ付けされてるので今開けますね。はいはい、開きました。答え合わせ、あ、大正解。はい、大正解ですね、はい、2冊いただきました。じゃん、英文解釈ポラリス1です。でてて、はい、でさらにこちら、
英語長文必修英文ですね、うん、The Essentials ですね、うんうん、はい、こちらに関してもまだね、はい、動画で紹介したことねないと思うんですよね。ないと思いますね、はい、はい、なのでこちらもね結構多分ねこれもね7月ごめんなさい分からない7月の下旬に多分発売だと思うので、はい、フライングゲットっていうのフラゲットですか、ちょっと10年ぐらい前の気がしますね。ありましたね、そうそう、はい、早く手に入れるとフラゲとか言って、はいはい、やってますけど、はいはい、エッセンシャルズいいんじゃないですかね、はいはい、ちょっとじゃあエッセンシャルズから見せていただきます、はい、まあ長文問題ですよね。そうですね、はい、あでもなんか構文っぽさもある ね、 そうですね、構文っぽいですね最初の問題。 Not aバッド B 的な、はいはいはい、Not A instead B とか、はい、Not A on the contrary B みたいな。本当ですね、短文が載ってて、うん、SVOC が載ってて和訳するみたいな、まあ、前半ですかね。そう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 、あ後半もそうか、ちょっと構文に近いけど、はい、まあ、構文を取ることが目的というよりは、はい、読解をしていくことが目的なんだけど一個一個のボリュームを構文レベルに落とし込んでくださってる感じかな、はい、なるほど、そうですよね、はいはい、だから裏に長文があってこれでどんどん読んでいけると、うん、いうことですよね、はいはい、で区切りがあってみたいな感じになってくるので、まあ、確かにこれも多分使いようによってはかなり使えるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、うん、でまあやっぱり解説はねちょっとまだ全部読み込めてないですけど、はい、まあ関先生のであんまり不安はないんですけど何も不安なくいいよっていうのもね無責任ですからね、はい、まあ、ちょっと読み込んで、うん、紹介をしてみたいと思いますね、はい、はい、でまたね多分メインチャンネルで先動画出るんで次、はい、英文解釈ポラリスですね。もうこれはもう結構僕仰天したんですよ、うん、というのは今年ですね動画にもなってると思うんですけど、はい、2023年度キャストダイス英語参考書フロー、はい、出しましたね、はい、出しました、はい、でその中でまあいろいろね英文解釈の技術、まあいい本なんですけど、うん、まあ、実際生徒さんのご意見とか聞いてる中で、まあ、竹岡先生ルートをね、うん、構築したわけですよ。そうですね、はい、まあこれかっていうところでね、まあ、実際竹岡先生の本全部素晴らしいんで、はいはい、よかったですね。ただ関先生出しちゃったよと、うん、でこれもまたちょっとまた考えないといけないかもしれないですね。そうでもまだ開いてないから確かに、はいはい、そうじゃあちょっと開かせていただきますけども、はい、あデザインはねポラリス、あポラリスですね、はい、これは、はい、デザインはポラリスで、はい、まあそうですね構文、そうですね構文にしっかりこう沿って、うんうん、テーマが決まってて、まあ、句と節の意識とか、うん、SV の把握とか省略不足、はい、統治特殊な SVO とか強調構文とか、うん、まあ、まさに関先生のねきちんと書かれている内容になってると思うんですが、はい、和訳しましょうというようなテーマで始まっていくんですかね、それぞれ。そうですね、見ていくとね、うん、はい、和訳しましょうで始まっていて、はい、で、ああなるほどね、そこから名詞の働きと名詞句を作るものを整理すると、あそこからやってくださるんです、ね、そうですね、結構文法知識を復習しつつ、うん、まあ、うんうん、SV フルとか品詞分解していくっていう参考書なんですね。同名詞は名詞の働きとかね、うん、やってくださると、はい、まあ、当然ねこういう SVOC とかは、うん、まあ、まあ最初の方は超簡単だけどね、はい、振ってくださっているし、ちょっと後ろの方は難しいの方でいくと、はい、これこんな感じ、うんうん、まあ、でもすごい難しいのはないですね。まあそうですね、パッと見てると、うん、すごい難しいのはないかな、はい、後ろの方に行ってもあくまでその構文というか、うん、解釈のポイントで並べているので、うん、例えば竹岡先生の基礎英文問題成功、うん、みたいに後ろに行くと結構手応えあるよ、うんうんうん、っていう感じというよりはまず網羅しようねっていう感じになってるんで、うん、そうですね、これはそうですね、はい、熟読をさせていただきますけれども、はいはい、結構いいんじゃないかなこれ。そうですね、そのぐらいのレベルでつまずいてる子って結構多いと思うので、そうだね、そのなんか基本的な文のなんか SV が取れない、なんでか取れないかっていうと文法知識抜けてるからみたいな子って結構多いと思うので、そういった子には刺さりそうな気しますね。だからもし個人的にやるのであれば、はい、千代先生の、はい、緑色の本ね、はい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 、ドリルありますね、はい、あれかこっちかどっちか選ぶとか、確かに確かに、もしくはドリルやって竹岡先生行くのちょっとしんどいとか、はいはいはい、竹岡先生の後半になってくるとしんどいっていう子はちょっとこれ挟んでみるとかっていう考え方はあるかもね。そうですね、はい、ただもうちょっと熟読しないと、うん、今ここの場でルートは組めないので、うん、まあね、紹介ということでございました。関先生いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、いつもですけど別に忖度でルートに行ってるわけじゃないんですよ、うんうん、そうですね、はい、実際に頂戴しても入れてない本たくさんある、うん、あ、 ありますね、確かに、ね、やっぱり、うん、ただね関先生の本は非常に打率が高い、まあ、高いですね、はい、そうですね、はい、まあ、間違いないというか不安がないというか、そうなんですよね、やっぱね、はい、作り方とかその英文とかもしっかりしてるんですよね、うん、基本的に。そうですね、そう、あとそのしょうがないんですよ、しょうがないんですけど、やっぱ日本人が作ってるんで、うん、やっぱちょっと英文としてなんか、まあ、雑というか、なんていうんですかね、そうは言わないよねみたいなのあるじゃない、うん、日本人っぽさがちょっと溢れてる、その英文にね、英語、はい、そう、田村さんはすごい分かると思うんだけど、はいはい、でそういうのが
かなり少ない、少ないですね、てかほぼないと言っても過言じゃないですよね。そうですね、うん、やっぱそういうところも素晴らしい、うん、で実際入試問題とかってそういうこうザ日本語英語みたいなのってやっぱ今出なくなって、うんてるよね、だんだん減ってってると思いますね。昔はねあったんですよ、特に私立大学とかで、ね、あったんだけど今ね結構減ってるんで、うん、まあねこういったものをベースに普段からね勉強した方がいいと思ってるというのもあります、はい、はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。厳正版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。